緊急速報です。大事件勃発。日本セブンイレブンのハンバーグ1000超える。もう一度繰り返します。日本セブンイレブンのハンバーグ1000を超える。セブンイレブンが再びやらかしました。今まで数々の、あ、いっぱいあるよ、予想ってきたセブンイレブン、勝手な地方を喧嘩しております。これはひどいこれはもう超えちゃいけない。セブンイレブンはこれ取ります。この空いたスペースなんだよと怒りをあらわにする消費者の方々は多いですが、実はこの空いたスペースはソースが入るスペースとなっておりますが、買った方は、あ、結構量多いんじゃないかなこれっていう風に見えなくも、いやですがね、セブンイレブンさん前回あるんですよ。数々の今までの前回、最近でも新作もまた続々出してますし、セブンイレブンさんこれまで行った前回が、あ、またやらかしたべ、いや実際やらかしております。量を減らすことに成功しているセブンイレブンですが、消費者から嫌われてしまうという、そこになぜ気づかないのか、とても不思議です。以上、緊急速報でした。セブンは一体どこへ向かっているのでしょうか。私は7位だと思います。え、最近寮の偽装がひどいって。そもそもうち寮で攻めてねえし、味で勝負してるし、全然関係ないよ。最近運転してると道路でね、おばちゃん気になることがあるんだけど、隣の車線にさ入ろうとすると、詰めて入れさせない人すごく増えたんだけど、あれなんでなんだろう。みんなせっかちね、持てなくてよ。でもそういう人ほどさ、逆の立場になるとさ、すいません入れてくださいってしょ多いわよねおかしな世の中ね。ねえおばちゃん、あらラビちゃんどうしたの。またね、モールが再ブレイクしてるみたいだよ。そのニュース知ってる？モンハンじゃなくてモール。え、何それ。ちょっとおばちゃん知らないけど興味ある。それじゃあ先日のカラミヤ、クマ出没相次ぎ、モンスターウルフに注目、見た目は狼、撃退装置。あ、前にあのニュースで話題になったあのモンスターウルフって、あ、今流行ってんの。へえ。これって以前おばちゃんが LED の光とただ大きな音だけで怒られてて、クマのこのモデルの機体はいらないんじゃないって言ってた。あのクマ撃退装置としては変更はしないモンスターウルフ。今年は全国各地でクマの出没が相次ぎ、市街地にもやってくるようになった。今再びクマの撃退装置として注目を集めているのがモンスターウルフだ。北海道の機器部品加工メーカー太田製機が開発した。長さ120センチ、幅75センチ、高さ70センチほどの狼型のクマ撃退装置だ。現在北は北海道、南は沖縄まで、あ、そんなに広がったのね。絶対こんなの売れねって言ってたじゃん。で、約60カ所、あ、前まで10件なかったのに、すごいこの増殖ぶりじゃない。音と光だけじゃん、ドブちゃんが存在で。仕組みやクマなどの野生動物が近づくと、赤外線センサーで感知し、目の部分の LED ライトが点滅させながら首を左右に振り、狼の声などの威嚇音を発する。まあ怖いわね。嘘でしょ、あの時と全然違うこと言ってんじゃん。驚いた獣は一目散に逃げていくという性能だ。ババちゃん話聞いてる。威嚇音は人の声ババ言ってたじゃん。人の音など約60種類聞けってアナウンスもできるように設定されています。クマ以外にもイノシシ、スカには一定の効果を発揮。
いろいろバージョンがあります。45から55万円くらいで、それに設置費用も不可もあります。まあ安い、設置までしてくれる。お前せいぜい 4,5 千円だって言ってたじゃん。今後は今通信を使ったセンサーシステムを初めて、数年後には GPS システムや 5G を使って自動走行する UF 開発中だそうです。まあ全世界は注目していることだと思いますわよ。みんなこいつだけは信じちゃダメだよ。自動掃除ロボットと呼んで、究極の野生動物撃退装置を目指しています。もうとても有望な会社ね。もうしゃべぜひ応援してあげたい。ババアお前だけはほんとしょうがねえな。いやもう昔からね、もうこの素敵な装置をね、別にあいつさしてるわよ。ほらもう鹿とかクマとかこんなに逃げちゃうのよ。正直に謝ってた感じやない。ごめんなさい、ほんとに売れないと思ったらごめんなさい。ぶち上げさせてもらうと、いやこのデクオリティのハリボテはなんじゃっていう、いやもうごめんなさい。いやもう今はもうね、ビン来てますよ、素敵なね。このウルシさん、おばちゃんはね大切さしたいと思ってます。こいつしょうがねえな。売れる要素が、いやでも売れたらほんとごめんなさい。あの当時はもうめちゃくちゃ言ってしまいました。本当あの心の底から反省します。いやもう本当素敵、おはやにもね一打置きたいぐらいだもん。政府さん、牛糞で作ったチップがスマホの電磁波や放射線を防ぐと発表。インド政府が牛糞で作ったチップを開発。え、牛糞なんかでチップなんかできるの？いいからオーバー、続きを読んで。スマホの有害な放射線から身を守ることができるとしても、海外展開も視野に入れているという。牛を保護するために設立された政府機関、アシトリア・カムデヌ・アヤオグが、牛の排泄物で作ったチップ、ガウサトバ・カバチを発表した。コストは1枚、50から100ルピー、約70円から。あ、安い。あ、優秀じゃん。いいから続きを読んで。そんな時期か、有害な放射線から身を守ることができるという SKE48 はチップ普及を目指しており、アメリカ含む海外展開を視野に入れている。牛糞は抗放射線であり、このチップをスマートフォンの上に置けば、スマホから発せられる有害な電波から身を守ることができる。疑うなら検証してみるという。RKA 長官は、
自信を見せている。しかし標本が抗放射線であるという科学的検証は、言った通りでしょ。科学的検証なく、根拠はね、ダメだくらいでしょ。そもそも放射線とやらが何を指しているかもはっきり言わない。ダメだこれでしょ。ダメだこれでしょ。どういうこと？空想でこういうの作っちゃったの？科学の税金が投入されてるよ。そういうの、ただしないわけでもそう。牛糞には、放射線がなんか防ぐ確たる自信があるけども、検証は一切してないと。で、結果も当然出てないし。それを世界に売ろうとしてると、これ本当にダメだこれじゃ。逆に、これ買う国すごい。すごいもんないもん。誰も買うはずないでしょ。これどうなっちゃうのかな。ゴミになるだけじゃないの。本当にひどいわ。本当に。これ誰責任取んのよ。これなんか変なわけのわかんない会長。これはちょっと近年まれに見る嘘でしょだよ。私を物にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。